こっちよりも1画目2画目高い方がここ長くなってかっこいいです。それと中心から中心から見て、こっちがちょっと広くてこっちが狭い。あんま変わんなかったかな、今。だから、まあ、ここを長く描きたいわけだから、こっち、ちょっと、左に寄せて描くことで、ここを広く長く描けるので、まあ、ここが中心としたらね。ちょっとこの中心を、中心を考えたときに、左に寄せる。うん、そうだね。はい。わっと。で、行書でこれ書いてあるから、こういうふうにここのところちょっとね、続けると、行書書いてますよっていう表情になるよね。それから、とっていう字も、この第一画目真ん中に書かないで、ちょっと左に書いてもらった方が、この部分が長く、かっこよく書けるよ。でも、ほんのちょっとね。のはまあ、こうね、おいおい、筆ペンなんかの時には、強弱入れるといいよね。私は、ここでドンとして、ここでね、力入れる人もいるんだよね。私は優しく入れて、ここで力入れて、跳ねるようにして。こことここは、ここまでは力が、細い線で。で、ここはドンと力入れて、抜いて、力入れるっていう形が私は好きですかね。で、これも1,2,3で長い短いここよりも少し上げるっていうところがいいかな。で、台なんかはここのところあんまりこう広くしないで、こう持ってこないで上の方で来て、その代わりこっちをぐっと伸ばす。ここをちょっとこう狭く表現して、で、右をぐっと広げてダイナミックに形を作ると。で、なは上から通ってきたこの気脈を大切に。で、進入か。ここ斜めに入ってくる。このね、斜めに入ってくるのをね、皆さんね、おろそかにしちゃうから、ここのところが広がっちゃって、なんだかこう締まりのない時形になるからね。ブブ来るね、いっぱい。それから、ここのところもね、少し丸くこうしてあげると、中が広くなっていいですよ。それから、群ね。群はこの縦の線を長くするんだけれども、その場合に、ここを揃えておくといいです。ここを揃えておかないと、ここを長くしたときに、この長さが際立って見えない。それからぐーっと、8。丸は、かけるかな。これで、これすごいのになっちゃうけど。丸はね、すごいのが出てきちゃった。こっちでいいか。こう書いてもらうといいよ。それから、年。ごめんね、今ちょっと足を崩した。年は、長短ね。ここ長く。違う形もあるけれども、今回は、ここ長く。で、ちょんとしてから持ってくる。下の方を短くする方がいいと思うよ。で、縦の線を、スパーッと。縦の線をスパーッとする場合は、人差し指で、ぐーっとやるんだよね。これを、私の、これこうやっていい、こうしていい、で、手が出た。あ、出た出た。人差し指をぐーっと、こうか。こうやった方がわかりやすい。まあ、持つでしょ。人差し指で、こうすような感じ。で、それが曲がらないように、二つのお指で、キュッとこう、支えるか。で、こんなイメージ。だから、ここのところが、こう、動くんだよね。書くとき。こう。
でもこれがね、こういう風になっちゃう人って結構いて、なかなかね、縦の線がうまく描けない人がいるから、ご注意ね。筆というか、ペンの傾きが自分よりってことですよね。要するに。こうやって持ったら縦になっちゃうじゃん。そうだね。そうだね。ペンの傾きが、うん、もう一回言って。ペンの。ギューって持つと、うん、ペンが、うん、こっち向きになるじゃないですか。ちょっと手で、はい。こう持つのが普通だとして、うん、こうやって書くとこういう傾きになるじゃないですか。そう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 。けどギュって持つとこうなるじゃん。ああ、そうだね。うん。そうかそうか、そうだね。あの、ペンとか、こう向きがいいね。もうちょっといい。うん。みはるちゃんのお手手だと、すごい可愛い、綺麗だから。そう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 。ここ、あの、こっちや、うん。これ小筆だから、小筆は、ここのところをピタッとくっつけて、うん、この腕の方、学生に言うときは腕の方を開けるって言うんだよね。うん。うん、で、それで、ペンの場合は少し、まあ、ここのところが外れてもいいけれども、そう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 。みはるちゃんの言うのは、こうなってるってことでしょ？そうです。うん。これはもうちょっと、ギュッて持つとこうなるから、そうだよね。こう動かすなら、そうだよね。そうだよね。大げさに言うと。そう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 。この指で、この指で、こう、やってみて。こういうこと？うん、そうだね。結構難しいですよ。そうそうそう。こう。だからこの、ぐりぐりあるでしょ？ぐりぐり、ぐりぐり。このぐりぐりをちゃんとここにひっつけて、そう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 、そんな感じですよ皆さん。はい、よかった、綺麗なお手手で。はいはい、でどこまで行ったっけ？年まで行ったね。そう、持ち方はねとても大切だからね。でもねなかなかね難しいよね。もう自分の癖がねあるから。うん、だってもうね、うちにお稽古、入ってきた時にはもう、結構みんな癖ついてるもんね。で、まあ6は、こういうところね、長い短いをしっかり書いてもらいたいこと。が、台なんかは、やっぱり広がっていく。反りっていうのは、いつも言うけど、上から下にぐーっと伸びてくるから、この反りを、しっかりと長さを感じさせるようにするには、辺はあんまり長く書かない方がいいと思うんだよね。こっちも長くしたら多分ね、字が大きくなりすぎちゃうと思うんだよ。だから人偏とかの大きさを調整してください。で、丸々。はい。この年は、ここが短い年だね。で、渡るという字は、ここのところ、下にこう下がって、で、横に持っていくっていうね。で、ここ長くなってるよね。で、気をつけて書いて。さあ、急に早くなったよ。栄える。ああ、これね、結構先生のここ空いてるよね。まあ、私は嫌いじゃない。ちょっとでもこれ空きすぎたかな。結構すっきりして、いいなと思うんだけど。先生の空いてない。私の方が空きすぎ。いやいや、空いてるよね。空いてるんだよね。うん。そう。結構好き。まあ、で、A は、この形ね、なかなか、このさ、こうしたら、こう下げたいんだけど、これが下げ、うまく下げられない方も結構いらして、どうだ？こんなか、あ、どんな感じ？まあ、これで普通になっちゃうけど、ここがね、下げられない方があるんだよね。でも、いいの。練習していけばそういう形もできくるから。で、あとはいいかな。この王朝の王という字も、ここのところ、ちょっと開ける。ね。で、朝という字、こう、この横がね、大切なのよ。この横がまあ、口のとこ、火のところになるから、横に持っていって、書くので、ここの動きをね、省略しちゃってる人がいたので、それは気をつけてください。あと、ここのね、細かいところも、長い短いの違い。あとは、線の細い太いの違い。それから、ここね、
止まってるよ。進んで、ちょっと止めてから横に持っていくよ。この、うん、細かなところもちゃんと止まったり進んだりという展開がそこに見えてくるように書いてもらうといいと思うな。はい、みやこ、さっきと違って、さっき教室で出たのか。大里などでここはしっかり大きく書きます。ねえねえ、さっきの長い線の、あ、群のところで言ったように、ここ揃えると、この長さが綺麗に見える。これよりも、ここが長くなったり短くなると、ここのさ、ポイントラインっていうかな、ここが揃ってると、ここだけ出て見えるけれども、これが上に来るとさ、ポイントが1、2、3あることになるから、長い線のポイントが薄くなってしまう。さっきも一緒、群のところも一緒だよね。なので、ポイントラインを絞った方がいい。まあ、これはさっき言ったかな。はい、だー。はい、丸。ということかな。はい。